Google とか Yahoo で検索する時代がずっと来てましたが最近私は知らないことがあるとまず YouTube で検索するんですね YouTube で検索するときには固有名詞を入れることもありますけど目的の例えば反則印刷コストダウン新商品こんなようなキーワードを入れることによって目的な情報が出てくるわけです そして動画で説明を聞いてから詳しくはランニングページ要するに Google とか Yahoo に行って細かい情報を今度探すわけですねえー検索の GoogleYahoo で検索時代から YouTube で検索する時代が来てるわけですねそしてお店を探すにしても固有名詞で中華料理店の名前が分かってればそれを入れると g o o g l e でで出出ててききまますけど実はトップで出てきませんね、えー、最初にまず、えー、いろんなそのポータルサイトが飲食機に関するポータルサイトがずらっと並んできますそしてそれは広告ですからどうしても上位にそんなのが来てずっと探していくと目的のところへ行くわけですねでも今 Google に、えー、高岡町でイタリアンの小部屋のある店って言ったら 通常にマッピングが出てくるわけですねそして近いところのボタンを押すとそこの詳細が出てきてそこから営業時間だとかメニューも出てくるこれは Google マップと Google マイビジネスというものがそこに入っているわけですからそこに行くのにどの道を行ったらいいかっていうのも当然出てくるわけです。 その時固有名詞が分からなくてもお店を見てくるわけですから、えー、検索の仕方がもう大きく変わってきた中で、えー、ホームページがあるからうちはいいわという時代ではなくなってきたわけですねそして私の仲間にはあインスタグラムだけで集客をしてるあ建築設計会社があるわけですね。えー、家を設計すると 30カットか40カットぐらいの、えー、キッチンのところだとかあ自分の思いがあるところの写真をアップされるんですねそしてこの写真に隠されてるいろんな思いをそこに短い文章で入れてあるわけですねでそのようなものを毎日、えー、整理してインスタグラムで設計事務所の新築物件の受注をしてる 仲間が何人かいますぜひこのインスタグラムをただ写真集という使い方ではなくてそこに自分のなぜこの写真があるかっていうところの思いを入れることによってまた動画を入れることによってまたそこに通販サイトに連動することも出てくるわけですからこれからのビジネスとしてはタグ付けというのも重要なことがあると思います。 こんなことを一緒に勉強して皆様のお客様にご提案するのもこれからの印刷業のビジネスではないかと考えております。